皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、業界トップに共通する3つの特徴とはというテーマでお届けいたします。先日、あるセミナーに参加しました。そのセミナーは、第一印象をテーマとするものでした。ビジネスマナー研修や新入社員研修では必ずと言っていいほどテーマになります。それほど重要視されていますが、実際第一印象を重要視している人がどれだけいるかといえば、残念ながら少ないような気がします。特に男性です。第一印象といえば人付き合いの中では非常に大切なことです。特に営業マンともなれば、第一印象がその後の商談を左右します。初等効果といって第一印象で抱いた相手のイメージを変えることが難しいのが人間です。ですから第一印象で不誠実な印象を与えてしまうと相手はあなたの不誠実だという証拠探しを始めます。例えばそれはネクタイの柄かもしれません。またあなたの話し方かもしれません。人間というのは恐ろしいもので、誠実だと思えばその証拠探しを始めますし、不誠実だと思えばその証拠探しを始めるのです。都合の良い動物だと言ってしまえばそれまでですが、それほどまでに第一印象が与える影響は大きいということです。人前で話をすることが多い経営者や、毎日飛び込み営業をしている営業マンなどは、第一印象の良し悪し、加減でこの人の話を聞く聞かないかを決められてしまいます。なんだか毎日が選挙のような感じです。今日の本物の商売を目指すポイントです。さて、このセミナーの中で業界トップの人についての話がありました。それは特定の業界のことではなく、どの業界でもトップにいる人共通の特徴があるそうです。その特徴とは以下の6つですね。まず1つは、とにかく健康。そして2つ目、所作、立ち振る舞いに気をつけている。3つ目、姿勢がいい、歩き方がいい。4つ目、全体への心配りができている。5つ目、笑顔を絶やさない。6つ目、人を区別することがない。以上の6つですが、できそうでなかなかできないことばかりです。例えば1番目の、とにかく健康ですが、若い時は全く問題ありません。ですが、ある程度の年齢になると、どこかしら調子が悪くなります。50を過ぎて、とにかく健康という人は稀だと思います。常日頃から体のメンテナンスを行い、コンディションを整えなければいけません。また、食事にも気をつけなければいけないでしょう。健康であるからトップにいられるですね。健康はトップの最大条件と言ってもいいでしょう。2番目の所作、立ち振る舞いと3番目の姿勢と歩き方は関連していますが、異業種交流会や懇親会などに参加すると、姿勢のいい人やはつらつと歩いている人は少ないものです。特に姿勢です。姿勢がいいと若々しく見えます。はつらつと歩いているといかにも仕事ができそうに見えます。背筋を伸ばすだけで随分と若返る人もいます。4番目の全体への心配りができるというのはトップとしては大切な要素で、6番目の人を区別することがないと大きく関連します。懇親会などでも参加者すべてのテーブルを回って会話する人もいますし、全く席を動こうとせずに周りの人だけと会話をしている人がいます。この違いでしょう。また、一人ぼっちの人がいたら進んで声をかけることも大切です。5番目の笑顔を絶やさないというのもできそうでなかなかできませんが、トップの人はごくごく自然にできています。笑顔には人を引きつけるパワーがあります。以上の6つのことを心がけるだけで、一目置かれる存在になれるでしょう。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。